防衛装備場に納入された XF9 から 1XF9 は防衛省技術研究本部と IHI が将来戦闘機開発計画の一環として開発中の低バイパス比、ターボファンエンジン。2008年度までの XF5 ターボファンエンジンの開発の成果をもとに2010年から研究開発が開始された。 基本的なコンセプトはスリム化と大出力であり、大出力だがスリムなエンジンにより燃料、並走などに機内容積を多く削くというものである。このコンセプトはハイパワースリムエンジンと呼ばれ、2010年に発表された将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンでもコンセプト機 i3 ファイターのエンジンとして掲載されている。 IHI の水歩工場でテスト中の XF9 から1研究開発は複数の計画に分けて段階的に進められている。次世代エンジン主要構成要素の研究でエンジンコア部の研究を行い、続いて戦闘機エンジン要素の研究ではエンジンコア部に加えてファンと低圧タービンの研究を行った。XF9 の開発はこれらの計画で得られた。 技術を統合する形で戦闘機用エンジンシステムに関する研究として進められた。プロトタイプエンジンである XF9 から1は2018年6月に防衛装備庁に納入され、性能確認試験が2020年7月まで実施された。2019年4月10日に最大水力確認試験の様子が動画で公開された。 XF9 から1の構造。XF9 から1は、回 -15 戦闘機に搭載されている、プラットホイット2社の F100 エンジンと同クラスのサイズであり、戦闘機エンジンとしては、大型の部類に属する。推力は、ス -22 戦闘機に搭載されている同社の F119 エンジンに比類する、大型エンジンとなっている。断面積あたりの推力は、 世マイナス2戦闘機に採用されているゼネラルエレクトリック回110と比べて3割上回るという。なお、XF9 から1で最大水力に達成するまでの時間と手間は F3 エンジンの最初期型 XF3 から1の10%程度で済んだという。XF9 のタービン入り口温度は1、摂氏800度に達する。1、摂氏800度は ニッケル系超合金の U.1、摂氏400度を大幅に超えるものである。一般的にこの温度が高いほど高性能なエンジンとされ、世界的に見てもトップクラスの一角を占める。これには、ニッケルコバルト元の国産の陽性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスク、国産第5世代ニッケル単化晶超合金製タービンブレード、 タービンシュラウドへの新素材 CMC 対環境性コーティングの採用、ブレードの空気口による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術が貢献している。スタータとジェネレーターを一体化した新開発のスタータジェネレーターは 180kW という発電容量であり、センサや火器管制、情報連携、電子線など大きな電力消費が予想される。 将来の戦闘機に対応しうる。同時に、小スペースも実現している。水力変更ノズルの構造付随する研究として2016年度から2020年度まで、水力変更ノズルを使った、高運動性、ステルス性の確保などを目的に、水力変更ノズルに関する研究も行われている。この研究では、XF9 から1の水力の全周20度の、 変更とノズルの故障対応技術を主に実証する。このノズルは XVN3 から1と呼ばれている。まとめると以下の通りである。諸言は IHI による一般的特性構成要素性能 XF9 から1のサイズは将来の大型化もしくは小型化にも耐えられるものとして設計された。実用機に XF9 系を採用する場合は、 その要求に従って、サイズ、出力が最適化されるという。AB、平成24年度事前の事業評価評価書一覧。防衛省、自衛隊。防衛省、自衛隊。2018年9月24日閲覧。将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンについて。防衛省、自衛隊。防衛省、自衛隊。 2020年7月1日閲覧。平成21年度事前の事業評価評価書一覧。防衛省、自衛隊。防衛省、自衛隊。2020年5月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年9月24日閲覧。平成26年度事前の事業評価評価書一覧。www.mod.go.jp。 防衛省、自衛隊。2020年12月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年9月6日閲覧。IHI、将来戦闘機プロトタイプエンジン XF9 から、一納入航空新聞社2018年7月2日。AB、防衛装備庁記述シンポジウム2020。www.mod.go.jp。防衛装備庁。 二千二十一年三月二十七日閲覧。防衛装備庁、XF9 から一最大水力確認試験、ブロゴスチャンネル、航空装備研究所、www.mod.go.jp。防衛装備庁、二千二十年八月二十日閲覧。AB、ついに完成した世界最高水準の国産戦闘機用エンジン。 XF9 から1日本のミリタリーテクノロジー開発者インタビュー前編12ブロンゴス https コロンスラッシュスラッシュ blogos.com スラッシュアーティクルスラッシュ369997スラッシュ abcd ついに完成した世界最高水準の国産戦闘機用エンジン XF9 から1日本のミリタリーテクノロジー開発者インタビュー前編2 プロゴス、https コロンスラッシュスラッシュ blogos.com スラッシュアーティクルスラッシュ369997スラッシュ。p イコールに、5.43.21加速。最大水力試験当日に、奇跡は起きた国産戦闘機用エンジン、XF9 から1開発者インタビュー、後編。プロゴス編集部。 https://blogos.com/.articles/.370429/.p コールに、ついに日の目見た、世界最高水準の国産ジェットエンジン。jb プレス、h t t p j b p r e s i s m e d i a j p a r t i c l e ト p r i n t 5 3 5 4 5航空装備研究所の最近の試験。 防衛省。2020年3月4日閲覧。ABC 松本優太、鈴木和弘、木村武彦、中村のり XF9 から1エンジンの概要。IHI2 法60、13から 14?https コロンスラッシュスラッシュ www.ihi.co.jp スラッシュ ihi スラッシュテクノロジースラッシュレビュー、ライブラリー。 デビュー 2020CMS カンフレイ1スファイルズフィールドファイル2 0 2 0零6 3 0零7論文 1PDF 平成27年度事前の事業評価評価書一覧防衛省自衛隊防衛省自衛隊2020年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年9月24日閲覧 航空装備研究所エンジン技術、研究部エンジン制御研究室、水力変更のズルの研究、防衛装備庁、2021年3月24日閲覧。空自時期戦闘機、回マイナス3、2025年の初飛行なるか。

A6%E9%97%98%E6%A9%9 回 E3%80%8CF-3%E3%80%8D%E3%80%812025%E5%B9%B4%E3%81% AE%E5%88%9%E%E9%A3%9%E8%A1%8C%E3%81%A%E3%82%8%E3%81%8、e、バ,バ,バイト防衛装備庁分野別の評価結果防衛省自衛隊 2018年9月24日閲覧。AB、将来の戦闘機用を目指した、Z エンジンの主要部分を納入。株式会社、IHI、IHI、2018年9月24日、閲覧。AB、将来の戦闘機用を目指した、Z エンジンのプロトタイプを納入。株式会社、IHI、IHI、2018年9月24日、閲覧。 枝広美香、大石達助、橋口勝一、平野厚志、山根木三郎、大井戸智則、倉本武史、第59回航空原動機、宇宙推進講演会講演論文集から、戦闘機用エンジンの研究進捗状況について、日本航空宇宙学会、2020年8月20日閲覧、ありがとうございます。